こんにちは。こんにちは。バレーボール教育塾のカートです。永田です。今回は、はい、ジャンプフローターサーブ、はいはい、これを紹介したいと思います、はい、紹介していただくのは、うん、元日本代表の諸熊直樹さん、はい、以前、うん、バレーボール教育塾の動画で、はい、諸熊直樹さんのフローターサーブの打ち方、はい、これ紹介してるんですよ。やりましたね、はい、まだ見られてない方はぜひそちらから見ていただきたいので、はい、まあ、あの概要欄にもリンク貼っとくんですけど、はい、まあ、フローターサーブがいうことであれば、うん、もちろん武器になるんですね。そうですね。なぜかというと、変化があると、はい、サーブで。さらにその上級テクニックとして、はい、ジャンプフローター。あー、なかなか難しそうですね、はい、ただ打ち方はそのフローターサーブと変わらないですよ、はいはい、ボールの捉え方とか、そうですね、その押し出し方とか、ね、はい、変わらないんですけど、ジャンプするしないでいくとやっぱりジャンプした分高さが出ますよね、うん、でフローターサーブなんで揺れるんですよ、はい、でジャンプしてる分高さがあるからその分落下もあるんですね。なるほど、高さがね、はい、そうです、はい、この落差と揺れの両方があるのがジャンプフローターサーブになります。なるほど、まあ、もちろんお分かりだと思うんですけど、はい、まあ、この2つの揺さぶりで選手が崩れてくれる、うんうんうん、もしくはミスをしてポイントが取れる、はい、というふうなサーブになりますので、はい、諸熊さんの解説でご覧ください、はい、どうぞ。どうぞ。はい、続いてジャンプフローターに入っていきたいと思います。ジャンプフローターも、ヒットするポイントというものは同じです。ただ何が違うかというと、当然ジャンプをして打っていきますので、できるだけ、高いところから打ってネットの、相手を超えるこの楕円を、フローターの場合はどうしても低いところは低いところに打ちますので、こういう楕円になると思うんですけど、それを少しでも高いところから打つことによって空気抵抗を受けているボールを上から下にこう落とすというようなイメージの、サーブになっていくと思います。また、ジャンプフローターは当然ジャンプして打っていきますので、スパイク動作に近いようなヒットの仕方ができると思いますので、フローターサーブに比べると、よりボールのスピードも速いサーブが打てるようになりますので、できればですね、フローターサーブがもう打てるような選手には、どんどんジャンプフローターをチャレンジさせてあげて、より得点能力の高いサーブを身につけさせていただけたらいいなと思います。ではですね、実際にサーブを打っていきながら、サーブの、解説をしていきたいと思います。ではお願いします。もう一歩行きましょう。はい、ありがとうございます。彼女は、エンドラインに比較的近いポイントで打っていくサーバーですね。ジャンプフローターの種類としては、よりエンドラインに近いところから今彼女のようにヒットして、コースを狙っていく、変化をつけていくというサーブと、少しまあエンドラインからかなり下がった状態でジャンプフローターを打って長い距離を使って、変化をつけていくロングの、ジャンプフローターサーブの打ち方というものがあります。これはですね、特に、ジュニアの子たちというのはスパイクの時もお話をしましたが、ネットの高さというものがやはり当然この距離でも近いと高くなりますし、これが離れることによって当然ネットの感覚というのが低くなってきますので、サーブ先ほどもお話ししたようにヒットの仕方としてはできるだけ回転をさせないで進めていきたい、軌道もできるだけジャンプフローターの上から下ろす山なりよりは、できるだけ軌道が一定の方がいいというお話をしましたね。その使い方によると後ろから横、できるだけ横方向に打っていっても、ネットが感覚的に少し低い分ボールがネットの上を抜けていくというようなサーブの打ち方の考え方として、ジャンプフローターはやはり、前から打たなきゃいけない、打たなきゃいけない、このギリギリで打たなきゃいけないという感覚もあると思うんですが、そこは考え方を思考を変えて離れた位置からこの位置からジャンプフローターを打っていくことも全く、サーブの質としては変わりませんので、特に小さい選手たちに打たせるときには、まあもちろん届かない選手はここから打つことが一番ベターだと思うんですけども、さっきのヒットさえできてしっかりボールが変化できる選手に関しては
後ろから打たしてみて、より大きな変化を打てる選手を、チームの中に1人2人いると、同じフローターでもただのフローター、しっかり前から打つジャンプフローター、ロングのジャンプフローターという形で、同じフローターサーブでもバリエーションをつけて、相手に的を絞らせない。やっぱり同じサーブがずっと飛んでくると、どうしてもサーブレシーブの選手っていうのは非常に気持ち的に楽ですので、そういう形でフローターサーブでもしっかり狙って前から打つ選手、コースを打つ選手、で遠くから大きな変化をかけて強いサーブを打っていく選手というような形で、選手によってメリハリをつけてあげると、当然こちらのオフェンス能力としてサーブの武器が広がりますので、そういう考え方でサーブの種類というものを、しっかり頭に入れていただいて、まあ、本当に肩が弱い選手なんかはロングは打てませんので、そういったところを先生がしっかり子どもたちに合ったものをチョイスしてあげて、こういうサーブもあるよ、こういう打ち方もあるよというようなことで、しっかり指導していただければいいのかなと思います。
ていただきました。はい、ショートとロングの打ち方も紹介していただいてるんで、そうですね、あの試合の状況によって相手のポジションがこう、あ、なんか前が空いてるなとか、うん、ちょっと奥の方であの隙間いけるなとかっていう風に見ていただいて、はい、まあ、練習して自信がついてきたらそういう打ち分けもできてきて、相手もあ前ばっかじゃないなこの人みたいな守り方も難しくさせることができますので、はい、まあ、いろんなパターン出てきますよ。そうそう、はい、戦術って多かったり技術の幅も広かったりする方が、うん、まあ、相手も迷いますし、あ、こちら側も有利ですし、はい、相手に絞られない攻めができると思いますので、ぜひいろいろ練習していただいて、はい、できるようになってきたら試合で試して、はい、形で上達してほしいと思います、はい、今回はジャンプフローターサーブの打ち方を紹介させていただきました、はい、ぜひ他の動画もいろいろありますので、はい、そちらの方も見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。